フィル・レッシュはアメリカのベーシスト。ロックバンドグレートフルデッドの結成時からのオリジナルメンバーであり、ベースギターを担当。本名フィリップ・チャップマン・レッシュ。1940年3月15日にカリフォルニア州バークレーで生まれる。フィル・レッシュはカリフォルニア大学在籍時にトム・コンスタンテンに出会う。現代音楽とフリージャズに非常に興味を持っていた、レッシュは 彼の紹介で、イタリアの作曲家、ルチアーノ・ベリオのもとで音楽を学び、トランペット奏者として、プロの音楽活動を始める。大学生の頃、バンジョーを弾くジェリー・ガルシアと出会う。彼らは親交を深め、ガルシアの新しいバンドに、ベーシストとして加入することになる。そのバンドは、ワーロックスと呼ばれ、レッシュは3回目か4回目のライブより参加した。フィル・レッシュはそれまで全く、 ベースギターを弾いたことがなかったのでそれを学ぶ必要があったが逆にリズムセクション中でのベースの伝統的な役割にとらわれすぎることはなかった。どちらかというとロックやソウルのベーシストよりもバッハの対応に影響を受けていると語っている。60年代中頃フィル・レッシュはジャック・ブルース、ジョン・エント・イッスルやジャック・カサディラと共にエレクトリックベースの革新者であり、 より迫力のある豪華な音が出るよう楽器を改良していった。従来のロックにおけるベースの役割は曲のタイムラインに沿ったリズムを刻むこと、そしてハーモニーやコードの構造を曲に持たせることだった。フィルは決してこれらを全て捨てたわけではないが曲の中に即興的な面を入れていった。いわゆるこれがサンフランシスコサウンドの特徴と呼ばれた。 グレートフルデッドのジャム演奏において、フィルのベースは、ジェリーのギターと同じぐらいに、リード楽器であると言える。フィルは、グレートフルデッドで多産な作曲家や歌い手では、なかったが、いくつかの楽曲では、非常に大きな貢献をしている。ニューポテトカブース、ボックスオブレイン、アンブロークンチェーン、プライドオブクーコモンガなどは、バンドのレパートリーの中でとても愛されている。 前衛的な音楽に対する彼の関心はデッドに重要な影響を及ぼし、神秘的な面でバンドの要素の一つになっている。デッドヘッツはフィルがオンになればバンドがオンになる。と当たり前のように言う。グレートフルデッドの解散後フィルは自分自身のバンドフィルレッシュフレンズを続けながらグレートフルデッドのメンバーとアザーワンズザ・デッドの活動を行っている。 フィルと妻のジルは、事前団体を運営。1998年に、フィルは、慢性の C 型肝炎のため肝臓移植を受けた。それ以来臓器提供者プログラムを支持しており、毎回のライブにおいて観客に、積極的な臓器提供者になるように進めている。2005年4月、フィルレッシュの自伝、Searching for the Sound My Life with the Great Full Dead が発売される。 これはグレートフルデッドに関してメンバーによって書かれた初めての本であるフィルレッシュフレンズ名義の作品ありがとうございます。